しぶりの島並日和です。なんか5月に入ってから天気が悪くて、やっと今日の午後晴れました。今日は2021年5月13日木曜日です。眼下に渦潮がすごく巻いています。久しぶりに晴れました。来島海峡の流れはめちゃくちゃ速そうです。目の前の土手に白爪草がずっと咲いています。ビーチを歩いています。砂がとても細かくてとても気持ちがいいです。引き潮ですね。本当にいいビーチですね。天気が悪かったのでずっとパソコンで LINE スタンプの作成とかしていたので、こういう自然の中に来るとめちゃくちゃ今気持ちがいい。引き潮でここに来たことはなかったので、ちょっと感動しています。向かいに見えるのが馬島、そして右の方に白い灯台が見えます。苦しくの赤灯台、大きな船が波に逆らってこっちやってくるんですね。ここは綺麗です。本当に水の色もとても綺麗、透き通っています。やっぱり島並はこうでなくちゃ、船がなんか大変苦労してる感じですね。この岩場はすごいです。地球の営みも感じるし自然も感じます。それにしても水はきれいです。気持ちのいい砂浜を通って福島大橋の下、どの付近まで行けるんでしょうか。ひょっとして橋の下まで行けるんでしょうか。うわ、なんか福島海峡大橋の下の岩場が引き潮なのでやってきました。滑らない、これなんだ。これいけるのか。よいしょ。おお、すごい。転ばないようにしなくちゃ。
それはすごい。こんなとこに来れるなんて知らなかったです。この付近は満潮時は全て海底です。あ、怖い、すでに俺はすごいです。こんなアングルで黒島海峡大橋が撮れるなんて。進む漁船の速いこと、むちゃくちゃ速い。このアングルで撮れるんですね。大潮の引き潮の時はここに来たらすごく速いです。漁船があっという間に橋の下を通過。この黒島海峡大橋の下の見ない光景です。車にいつもレインシューズを積んでいるんですけども、履いてくればよかった。まあしかしすごいです。こんな光景波をアゲンストに受けて大きな船が今から黒島大橋の下を通ります。何かエンジンの音でしょうか。大きな音を出しています。なかなか大変ですよね。この海岸も当然水はきれいで鳥も飛ぶし本当に透き通っています。人間の歩くスピードと船が全速力で頑張っているスピードはほぼ同じです。本当に綺麗な景色、海、空気、ちょうどいい気温。無事に岩場を乗り越えました。黒島海峡大橋の下のビーチを散歩して帰ります。